岩畑古墳は山口県豊富市岩畑にある古墳。形状は円墳と推定される。豊富市指定史跡に指定されている。山口県南部、豊富平野東部の多々山南東六に築造された古墳である。これまでに墳急南側から東側にかけて道路が敷かれており、それによって墳急は大きく作兵を受けている。墳形は円形と推定され、 原村直径十数メートル、推定復元直径20から30メートルを測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、南方向に開口する。石室全長10.1メートルを測る、山口県内でも、有数の規模の石室であり、石材には、花崗岩の巨石が使用され、石室の形態には、当地方の在地的な特徴が認められる。この、 岩畑古墳は古墳時代後期終末期の6世紀伐揚マイナス7世紀前半頃の築造と推定される。本古墳は当地法で最大規模の在地性石室であるとともに、豊富平野が機内形石室、九州形石室の分布県端に位置する中でそれらに、被験する石室規模を有することから、当時の政治的情勢を考察する上で重要視される古墳になる。 古墳域は2011年に、豊富市指定史跡に指定された。なお、かつて本古墳の西側には別の古墳が存在して、水域が出土しているが、現在では失われている。石室原出主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開港する。石室の規模は次の通り。石室の石材には、花崗岩の巨石が使用されている。 国壁は、ほとんど一枚石で、右側壁際下段も特に巨大な石である。天井石としては二国が掛けられる。原質と沿道の境目の床面には、懲石と推定される石材が残るが、原位置を保つかは明らかでない。石室の形態としては、両袖式の平面形である、点、側壁の内径が小さい点、大石の間に小石を詰める点に当地方の、 在地性積室の特徴が認められるが、本古墳の場合にはそれらの中でも特に規模、石材が大きい石室になる。ありがとうございます。